赤ちゃんは誰よりも走るの速い。赤ちゃん給食もおかわりしてたくさん食べる。でも算数はなんだか調子が悪い。手のひら広げて数えて赤ちゃん。カズマのベーゴマはほとんど無敵。カズマ大人が相手でも絶対負けない。でも本当の喧嘩はしたこともない。いつでもニコニコ笑ってる。カズマヒロ君のお絵描きは確かにうまい。ヒロ君鉛筆もナイフで上手に削る。でも大勢で仲良く遊ぶの苦手。一人で描いてみんなの絵が。ヒロ君ともちゃんのお母さんは外国の人。ともちゃんそのせいか肌の色がちょっぴり違う。でも知らない言葉を教えてくれる。母さんのお国の素敵な言葉。ともちゃんあっちゃんは片付けが本当に下手。あっちゃん大切なものでもよくなくす。でもゲームのことなら誰にも負けない。いくつも裏技覚えてる。ゆかりんは生まれつき体が弱い。ゆかりんみんなと太鼓をしたこともない。でも読書の数ならクラスで一番。愉快なお話聞かせてくれる。ゆかりんガチャは父さんと二人の暮らし。ガチャ病気で母さんはこの世にいない。でも父さんの料理も捨てたもんじゃない。かっちゃんは洗濯と掃除のと。かっちゃん、みんながみんな同じわけじゃない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって関係ない。同じになんてなることない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって関係ない。同じになんてなることない。外すと何でもぼやけるみたい。でもみんなをまとめる学級委員。誰にも優しい女の子。あっちゃん翔太はお風呂がやっぱり嫌い。翔太頭を洗うのが一番嫌だ。でもプールで潜ったりするのは平気。マッシーはなんでだかおそばがダメだ。マッシー無理して食べたらかゆくなる。でもラーメンやうどんやそうめんなら問題ない。どんどん食べても大丈夫。マッシーユウスケが好きなのは人形遊び。ユウスケ手先は器用だし字だってうまい。でも体を動かす遊びは不得意。お昼の休みも教室もなく。ゆうすけたえちゃんに階段は難しい。たえちゃん一人で登るのはなかなかできない。でも平らなとこなら問題ない。どこでも
おしゃべりが好き。みっちーほっとくといつまでも話は続く。でも大好きなテレビは黙って見てる。アイドルのドラマがお気に入り。みっちーみんながみんな同じわけじゃない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって関係ない。同じになんてなることない。みんながみんな同じわけじゃない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって関係ない。同じになんてなることない。ちゃんは本当に競馬が好きだ。キムちゃん友達を集めて話になった。でも本命も穴も全然取れない。小遣いはどんどん減るばかり。キムちゃんタケさんの仕事は惣菜屋。タケさん仕込みで毎日早起きしてる。売り上げはどうやら少ないらしい。今夜のおかずも残り物。たけさん西庵の酒癖は結構悪い。西庵東北の鉛で管を巻く。でもお酒を飲まなきゃ静かで真面目。飲まなきゃ喧嘩をすることもない。西庵浮世絵みたいな背中やお尻。でも子供に優しく女に弱い。お菓子や飲み物おごってくれる。ケンさんサブちゃんはお化粧や数字が得意。サブちゃん裁縫も上手で何でも縫える。でも恋人がいるのに結婚できない。サブちゃんのいい人は男前。サブちゃんヨネさんが育てた子供は8人。ヨネさんしばくちゃんの顔を見る真っ白な髪。でもお嫁に来た頃はとびきり美人。玄関に飾られた小さな写真。ヨネさん、はい、みんながみんな同じわけじゃない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって関係ない。同じになんてなることない。みんながみんな同じわけじゃない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって同じわけじゃない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって関係ない。同じになんてなることない。みんながみんな同じわけじゃない。みんながみんな同じはずじゃない。同じでなくたって
てなくたって心配ない、同じになんて。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも。